はい、パーソナルトレーナーのユージです。今日は銚子の先にある犬吠埼にやってきました。朝6時半日の出の前にやってきました。おそらく今逆光で何も映ってないかもしれませんが、日の出を映すならこの方向しかないのでちょっとご了承ください。今日ははるばる犬吠埼までやってきましたので、日の出とともにモーニングストレッチやってみたいと思います。ではまず座っていきましょうか。朝早いですので、まずはね、小さなストレッチからやっていきます。足ですね。足、今ちょっとソックス履いてますが、足伸びをグーにします。パーにする。グーにする。パーにする。パーにした時に、足伸びをパーにした時に、5本の指全部がまんべんなく広がるかどうかしっかりパーにしてください。1箇所2箇所だけ狭くなる、1箇所だけ広くなるではなく、5本まんべんに広くなるかどうか、そこをよーく見ながら全体を広げるように、そしてまたグーパーグーパーグーパーとしていきます。そして今度は足首をねじってひねっていきます。足首だけでひねっていきます。ぐる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 回すように足首をひねっていきます。そしてぐーっと自分の方に引きつけて、つま先を自分の方に引きつけて、今度向こうに遠くに伸ばしていきます。自分の方に引きつけて伸ばしていきます。はい、 OK です。今度は足の裏を合わせて前に倒れていきます。できるだけ足を自分の近くに引きつけてから体を倒していきます。内ももの付け根あたりしっかり伸ばしてくださいね。これ足がなかなか引き寄せられない人もいるんですけれども、できる限り自分の股関節に引き寄せてからしっかりと膝を開いてください。その後で前に倒すという感じ。はい、 OK です。今度は片足開きますね。片足開いたら片足内側です。そして、伸びた足と反対の手を伸ばしていきます。足を伝って、体が硬い人は足を伝ってこの反対側の手が遠くに伸びるようにしながら行ってください。できる限りこれを遠くに伸ばすね。まあつま先まで行ってほしいですけど、つま先をつかむのが目的ではなくて、つま先まで行く人はつま先よりも遠くに伸びる、そんなつもりでやってみてくださいね。行かない人は、まず足首を目指して手をずっと滑らせていきます。はい、朝一番なかなか硬いですからね。今度反対行きますよ。足を変えて伸ばした足と反対の手で伸ばしていきます。できる限り遠くに、この伸ばす時に息を吐けるように息を止めると体が固まって伸びていきません。体をしっかりと伸ばすために息を吐いて、でゆっくりと呼吸を続けます。止めないようにゆっくりと呼吸を続けます。はい、もう一度いきますよ。このストレッチはすごく重要で、左右交互に何回もやっていく必要があります。しっかりと息を吐きながら、なかなかいかない人はこの手を引っ張ってあげてもいいですね。引っ張ってあげることでより遠くに伸びることができる。で、もも裏を伸ばすことだけが目的ではなくて、こっちの背中ですね、背中の広背筋から肋骨も開く、そして腰の脊柱起立筋も伸ばすようにしていきます。そのあたり全部ね開く、肋骨をね後ろ側開くような、そんなつもりで伸ばしながら息を吐いて手を遠くに伸ばしてください。だからもも裏だけが伸びるのが重要ではなくて、上半身が伸びるのも大切です。はい、もう一回反対いきましょうか。だんだん明るくなってきましたかね。気持ちいいですね。手を遠くに伸ばして息を吐きながら軽く引っ張ってあげてください。1回目よりは2回目、2回目よりは3回目の方がしっかりと伸びてくると思います。はい、
このストレッチね、僕もねすごく大事で、左右均等にやるために左右ね結構違う人もいるかと思いますので、この硬い方はしっかりやる必要がありますね。まあ、僕もね体にやっぱりそういう癖があるので、これを毎日毎日やってますね。1日1回どころか、時間がある時には2回3回1日にやることもありますね。これはね、朝に限らずちょっとやれる時間があったらしょっちゅうやってみてください。はい、そしてさらにこれをレベルアップします。足をもう一回戻したら、手を掴んだら手を上に伸ばして胸を上げて、腕を上に伸ばして顔も上げて胸も上げたところで体を真横に倒していく。そして真横を伸ばしていきます。真横を伸ばします。広背筋をかなり伸ばしていきます。この時に胸が下に向かないように、むしろ胸を上に向けるぐらいのつもりで脇を開いて、しっかり上の腕を肘を伸ばすようにやっていきますね。これ絶対息を止めない、止めがちですけどね。はい、反対いきましょうか。はい、手を掴んだら、外側の手を掴んだら腕を上に伸ばして、まず真上に伸びることです。まず真上に伸びなければいけないですよ。で、真上に伸びて胸を起こしてくるっとね伸ばした方と足にちょっと反対を向いてから伸ばしていく。そうすると体の脇ものすごい伸びてきます。広背筋、大円筋から腰のねお腹の脇ですね、そのあたりかなり伸びていきますね。倒すのがいいんではなくて、脇が伸びる方が目的ですから、しっかりと脇を伸ばしていきます。はい、下に向いて倒れという意味がないですね。脇を伸ばすようにしてみてください。はい、OK です。そしてここで、一回うつ伏せになります。うつ伏せになって肘をつきます。最初は軽くね、この状態で顔を上げて胸を起こすだけ。そして、背中の反り、腰の反りを作っていきますね。胸を持ち上げる状態ですね。頭と胸はできるだけぐっと高く上げていきます。まあ、この状態は辛い人もいるかもしれないですが、しばらくすればまあ慣れてきますね。呼吸は必ず止めないです。はい、これが大丈夫な人は腕を突っ張ってさらに高くして、腕と胸と頭を高く上げて持ち上げていきます。腰は脱力ですね。少し腰に詰まる感じがあるかもしれないですけれども、そこを慣れさせていきますね。通常この反りがあることが普通、通常の健康な状態ですから、これに慣れてほしいと思います。座り仕事をしすぎの人の場合、座る時間が長い人の場合にはこれがね反ることができないという、そんな腰になってしまっているので、必ずこれがね反れる方が健全な腰で、これが腰に悪いということなので、これができるように徐々に慣らしていく必要がある。だから今これがきついとさっきの肘をついた方でしばらく、鳴らしていってください。できる人はこのまま、腰の反りをしっかりと作っていく。そしてそこでそのまま後ろに倒れて脇を伸ばしていきます。顔をちらっと上げたまま肘を伸ばしてぐーっと胸と脇を下に押し付けるようにして、胸脇を伸ばしながら少し肩甲骨のあたりの背骨ですね、そのあたりを反らせるような形にしていきます。そしてもう一回戻します。胸を持ち上げる、しっかりと頭胸を上げて腰の反りを作る。息は止めないですね。腰は脱力の方がいいです。自然にたわませるということですね。はい、そしてしっかりと腕を伸ばしたまま後ろに引いて、ちらっと前見た方がいいです。この時下を見ないで脇を伸ばす。そして背中のあたりが反る感じもしっかり感じてください。そろそろ日の出の時間なんですが、6時39分が一応日の出の予報となっていますね。雲が少し多いので少し見えない感じになってますが、あの崖っぷちに一人男性がいますね。大丈夫なんでしょうか。あそこまで行くのはちょっと危険かと思いますよね。この砂浜がね、いわゆるあの東映の映画の頭にある、僕らが子供の頃ね、東映の映画の冒頭にある波打ち際のあの映像ですね。あれはもうここらしいんですね。
まあ、映画ファンとしては、映画好きとしてはここに来れたことは、そういう意味では嬉しいですね。では立ち上がっていきます。では立ち上がって、最初はしゃがんでいきます。しゃがむだけ、ただしゃがむだけですけど、結構しゃがめない人もいますね。硬い人はしゃがめない人もいますね。でこの時にかかととかかとがあまり近くない方がいいです。かかととかかとがあまり近くない方がいいです。少し離して、しっかりお尻を落とす、腰を落とす。これでしっかりと股関節を伸ばして開いていく。そしてそのまま前屈、しっかりと頭の体重、上半身の体重を下にかけながら前屈をしていきますね。できる限り手を床につけるような方向に体重をかけてください。息止めないですよ。そしてもう一回そのまましゃがみます。膝と膝の間に手を入れて、そこを開きながらもお尻を落とす、股関節付け根をしっかりと伸ばしていくということですね。でこのまま前屈、上半身の体重を全部下に預けます。指先ね、なかなかつかない人は指先を遠くにこう押すような感じ、遠くに伸ばしてくださいね。でちょっと指先がつく人は手のひらを押すように、床に向けて押すようにやってみてください。息止めない。もう一回しゃがみます。そして前屈、はい。では足を開いて、こっちの足真横に向けます。こっちの足正面に向けますね。こっちに向けますね。で広めに開いたら、こっち少し曲げます。曲げます。この時にすね、が垂直ぐらいですね。こっちつま先正面向いたままですね。このまま手を合わせて、結構広げておいてください。手を合わせて肘を張って、この張った肘を膝に引っ掛けて空を見ます。息を吐きます。足の向きがずれないように、つま先の向きがずれないように体をひねります。そのままね、顔が空見れるようにしっかりと胴体をひねった上で頭をひねっていきますね。息を止めない、これも。OK、逆いきます。つま先逆。こっちの足、外向き。こっちの足は正面向きにして、膝を曲げて、こっちに体重かかってますね。それで手を合わせて、この、いつかすねが垂直なままです。そのままで、膝に肘をかけていく。で胸をしっかりひねって、空を見えるようにしていきます。この時も体がね、安定するようにしてくださいね。太平洋の向こうに大きなタンカーが航行しているのが見えますね。やはり僕の田舎の瀬戸内海の穏やかな海とは全く違った表情を見せています。OK、 立ち上がります。これね、実際はね、左右何回かやった方がいいですね。この全体をひねる、全体を使ってひねるっていうのがすごく大事ですね。寝転んで床でひねるやつもいいんですけれども、それだけでなく全体をひねるね、腰だけをひねるだけで全体をひねって伸ばすような感じ、この感覚すごく大事ですね。一つではなく全体をですね、はい。では、足を閉じて、手を上に、指をクロスするようにしますね。暗くすると見えないかな。そして手を上に、手のひらを上に伸ばします。手のひらを上に伸ばしたら、ね、足肩をこのまま真横に、右に行くときには右足に体重をかけます。これ左に体重をかけるとお尻ずれちゃうから、右に行くときには右足に体重をかけて脇を伸ばす。この時に伸ばそうと思って、倒れようと思って下に向いてしまわないで、この脇を伸ばすことがいいことですから、肘を伸ばす、そして体を真横に倒す、いけるところまで無理していかないということ。はい、逆、もう一回腕を肘を伸ばし直してから脇を伸ばしていきます。手を遠くに伸ばします。
そして息を大きく吸って吐く。息を吸いだけ吸って止めて吐く。息を大きく吸って止めて吐く。この綺麗さ、この映像、これはもうあれですね、このシルエットからするとチャチャチャーン、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 チャチャチャーンっていう、今いい絵が撮れましたでしょうか。ようやくね、あの雲のあたりから太陽が上がってこようかなということですね。もう水平線はね、とっくに超えてると思うんですけれども、ちょうどね、あの崖の上あたりから出るんじゃないかなというところです。では朝一番のストレッチ、ぜひ行ってみてください。パーソナルトレーナーのユージでした。